世界中のサッカーファンが固唾を飲んで見守っていることでしょう。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦、キックオフの時間が刻一刻と迫っています。試合会場のアタトゥルクオリンピアットスタドゥはすでに興奮のるつぼと化していますね。この試合、実況は西岡明彦、解説は福西崇さんでお送りします。マンチェスターシティがチェルシーと戦います。そうですね、なんといってもチャンピオンズリーグの決勝ですから、正直この最高の舞台に立てる選手たちが羨ましいです。一流の選手ばかりですから、記憶に残るプレーを見せてくれるでしょうね。さあ、チャンピオンズリーグもついに決勝ですね。マンチェスターシティの選手たちが全力で優勝トロフィー獲得に臨みます。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。福西さん、ショートパスによるゲームコントロールが特徴のチームのようですが、どのような感じでしょうか。短いパスの連続でボールを保持し、オフザボールの動きでスペースを作り出すスタイルのチームですね。こちらがチェルシーの先発メンバーです。 5-2-3 を採用しました。カウンターの切れ味が強烈なシステムです。キックオフです。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦、ヨーロッパ王座をかけた戦いです。ジョン・ストーンズ、ロドリに渡った。ルベン・ジアス、デブライネ、ボールはロドリへ。ジョアン・カンセロ、ボールはルベン・ディアスへ。マンチェスター・シティの形がいいですよ。チャンスにつながりそうでしたが、ディフェンスに阻まれました。攻撃は失敗です。コバチッチ、ボールはコバチッチへ。マテオ・コバチッチ、攻撃に移りたい。ロドリゴ、ギュンドアン、ボールはロドリエ。デブライネ、ディフェンダーがうまく読んでいました。メイソン・マウント、コバチッチに渡った。エンゴロ・カンテ、さあチェルシーの選手の動きが激しい。マンチェスターシティがボールを失いました。マテオ・コバチッチ、チェルシー、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。素晴らしい読みでインターセプトしました。92年にヨーロッパチャンピオンズカップから UEFA チャンピオンズリーグと名称を変えたこの大会ですが、それ以来優勝回数の多いクラブを国別で見ると、スペイン、イタリア、イングランド、ドイツとほぼこの4カ国で優勝を分け合う形になっています。最近は特にスペイン勢の強さが目立ちますね。クラブランキングのトップ3を国内リーグに要していますから、そうなるのも当然なんでしょうけど。ケビン・デブライネ、綺麗なタックルです。
ベン・チルウェル。チェルシーが入ってきました。いい形です。コバチッチ、さあ上げたい。慎重なパス回しです。プリシッチ、決まった。チャンピオンズリーグ決勝戦先制点を挙げたのはチェルシー。この瞬間を待ってました。しかし見せてくれますね。映像が来ました。カンテが完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。できればリードを許したくなかったでしょう。グアルディオラ監督も苦い表情です。パスの名手と言われるだけのことはありますね。チアゴシルバ、デュディガーに渡った。アスピリクエタ、コバチッチ、ロドリゴ。自在にパスを通していますね。ケビン・デブライネ、ボールはロドリへ。危険なエリアです。マンチェスターシティのチャンスになりますか。イルカイ・ギュンドアン、マンチェスターシティ、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いいところを見ていました。スルーパスがデブライネに通る。入った。このゴールでチャンピオンズリーグファイナルの行方は振り出しに戻りました。やっぱり決勝はこうじゃなきゃですよ。どちらのチームも一歩も譲りません。リプレイです。ボールを丁寧に回してチャンスを伺っていましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。コバチッチ、マテオ・コバチッチ、カンテに渡った。アスピリクエタ、チアゴ・シルバ。福西さん、チェルシーにとって今日は簡単な相手ではありませんね。はい、実力的には拮抗した相手ですね。アスピリクエタ、アスピリクエタに渡った。コバチッチ、ボールはコバチッチへ。エンゴロカンテ、チアゴシルバ、コバチッチに渡った。アスピリクエタ、コバチッチ、ボールはコバチッチへ。アントニオ・デュディガー、ボールはチアゴ・シューバーへ。チェルシーがボールを失いました。得意の形に持ち込みつつありますマンチェスター・シティ。ロドリゴ、ボールを失いました。ロドリゴ。UEFA チャンピオンズリーグの決勝はハーフタイムに入ります。スコアは同点で折り返しました。前半は甲乙つけがたい内容でしたね。こういう拮抗したゲームは一
つのミスで勝負が決まりがちです。選手には後半もしっかり集中してプレーしてほしいですね。キックオフです。ウェファーチャンピオンズリーグ決勝戦、ヨーロッパ王座をかけた戦いです。慎重なパス回しです。プリシッチ決まった。チャンピオンズリーグ決勝戦先制点を挙げたのはチェルシー。いいところを見ていました。始まりました。チャンピオンズリーグの決勝後半戦、これが最後の45分となるでしょうか。カンテのパスがカットされました。ロドリゴ、うまく読んでいましたね。チアゴシルバ、ボールはコバチッチへ。ベン・チルウェル、コバチッチ、エンゴロ・カンテ、カンテに渡った。ここでボールを失います。リアド・マフレズ、ガブリエル・ジェズスに渡った。マテオ・コバチッチ、カウンターのチャンス、ここは決めたい。いいパスが出ました。エンゴロ・カンテ、ファフェルツ、コバチッチ、ドリブルで敵陣へ持ち込む。ピンチが続きます。コーナー付近からのスローインです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。チェルシーのコーナーです。ここでリードできるでしょうか。コーナーからエリア内へ、これはクリアしきれないか。素晴らしいタックルです。ジェズス、ロドリに渡った。これはチャンス、ゴール。チャンピオンズリーグ決勝、ついに均衡が破れました。これでチームは試合の主導権を握ります。とはいえ相手も黙ってないでしょうから、このまま終わるとは思いません。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。時間はまだまだ残っています。
チェルシーならばまだまだやってくれるでしょう。チアゴシルバ、アスピリクエタ、ボールはカンテ、味方をうまく使います。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングは合いませんでした。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。マンチェスターシティですがあまりボールに触れていないようです。スコアはリードしているので無理にボールを取りに行っていないようですね。しっかり守れているなら特に気にする必要はないでしょう。チェルシーボールをうまく動かしてチャンスを狙います。うまく読んだインターセプト。さあアグエロ、選手の交代を準備しているようです。レフェリーの笛を待ちます。少しリズムを変えたいのかもしれませんね。すぐにパスを返しました。相手のゴール前でパスを回します。ギュンドアン、アグエロが持ちます。いいカットです。ボールを奪いました。カイ・ハフェルツ、ボールはカンテ、エンゴロカンテ、ジョルジーニョに渡った。ここで攻守が入れ替わります。アグエロ、ボールはデブライネ、パスを返す。今日はパスの成功率も高そうです。はい、ミスが少ないのは評価できますね。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。ロドリゴ、リアド・マフレズ、デブライネ、ボールはロドリへ、アグエロへ、ロドリゴ、デブライネ、ディフェンダーのインターセプト。エンゴロカンテ、相手が寄せてきました。チェルシーあと1点が苦しいという状況が続いています。試合は間もなく終了します。これが1点を追うチェルシーのラストプレーになるでしょうか。ロドリゴ、ボールはロドリへ、ボールはギュンドアンへ、ロドリに渡った。ケビン・デブライネ、このパスは読んでいました。ジョルジーニョ、ハフェルツ、中に入れてくるか。プリシッチ、このパスは通りません。これはさすがに読まれていました。ロドリゴ、選手たちが心から喜んでいます。決勝を制しヨーロッパで最も栄誉ある UEFA チャンピオンズリーグのタイトルを見事に獲得しました。嬉しいでしょうね。夢のような最高の瞬間を味わっていると思います。世界中が注目する大会の決勝で自分たちの力をしっかり出し切りましたね。
さすがヨーロッパの強豪の中を勝ち抜いてきただけのことはありますね。技術面でも精神面でもトップレベルだからこそできることだと思います。ウェファーチャンピオンズリーグを制し、喜びにあふれる選手たちが壇上に向かいます。長い期間を戦い抜いて、ようやくこの頂点に上り詰めました。サポーターの声援に応える選手もいます。今日は選手にとってもサポーターにとっても忘れられない日となることでしょう。チャンピオンズリーグの長丁場を非常に高い水準で走り抜け、今まさにビッグイヤーを手にしました。彼らがヨーロッパ王者です。各国の代表クラブが集まる大会ですから、一戦一戦が気を抜けない非常にレベルの高い大会でしたが、見事に優勝をもぎ取っていきましたね。はい、プレッシャーに負けずよくやりました。マンチェスターシティの選手たちがスタンドに向かっていきます。サポーターと優勝の喜びを分かち合っていますね。選手たちは熱い声援に対してしっかりと結果を出しました。サポーターなくしてこの結果はなかったと思います。選手もそれを分かっているということですね。素晴らしい光景だと思います。そして記念撮影です。大勢のカメラマンを前に王者たちがトロフィーを囲みます。どの選手も本当にいい表情ですね。慎重なパス回しです。プリシッチ決まった。チャンピオンズリーグ決勝戦先制点を挙げたのはチェルシー。いいところを見ていました。ロドリに渡った。これはチャンス、ゴール。チャンピオンズリーグ決勝、ついに均衡が破れました。これでチームは試合の主導。Thank you.